12月の24日、今朝8時です。いよいよ今年もねクリスマス来ちゃいまして、もう私の方のね動画配信今年最後かな今日が。今日の天気まあ快晴ではないけど晴れてます。山の方にはね雪雲がありますんで、今日午後あたりはちょっと雪になるのかな、こんな感じがします。今はね青空こんな感じ。まあ日が照れば太陽がね体に当たるような感じになればね、まあ暖かいかなみたいな、そんな感じです。風もあんまりないかな。ただいまの気温、やっぱり寒いね。3度はないか、2度5分は3度ギリだな、そんな感じです。さああれから1週間ですね、どんな感じに、変わったかちょっと見ていきたいと思います。まあ今多分見てあれと思って、思った方もいると思いますけども、バラさんも剪定、前回終わりましたので、こちらの方にね、もうこんな感じで並んでおります。これ金松市さんも、いつものようにね、パキフィズムさんから、まあ夏の花っていうのかな、多分あったかいところの花だと思いますけども、まあ変わりがないね前回とね、ほぼ変わりがないです。あと花鶴荘さん、花鶴荘さんもね、ちょっとバラさん一つだけどけようか。花鶴荘さんがね、そうだね、多分これ花咲くんじゃないかなこれ。こんな感じ。ああここにあるこれほらね、少し広がってきたね。太陽が出ると多分咲いてくれるかな。ああでも花結構あるね、こっちの方にもある、これほらね、結構あるみたい。多分こっちの方にもあるかも。それと、バフビューティーさん、前回までずっと咲いてくれてまして、もう今剪定終わりまして、もう終わりかな。もう終わりですね多分ね。取れちゃった。ここにもあるけど、なんかもうそろそろ終わりかな、そんな感じがしますね。それと、椿の王将くんさん、まあこれもねほぼ変わりません、ほぼ変わってないね。こちらのね、バラさんもねちょっともう剪定終わりまして、先ほど言いましたけどこっちの方に、場所換えしてるんで、なんかちょっと寂しいよね、そんな感じがします。こちらに置いたのが、まあ霜が当たらないようにということで、口出しの花さん、まあほぼ変わりません。それと、カーネーションさん、カーネーション4世さん、こっちの方がね、前回咲いてくれたのがここ、まだ咲いてます。ほら、いい感じ。つぼみもこんな感じ。もうぎっちり硬いからね、これ、ひょっとしたらね、咲いてくれるかもね。いい感じですよ。いい感じで咲いてます。こんな感じでね、カーネーションさん、頑張って咲いてます。あ、つぼみ出てる、これ。ここにも見つけちゃった。ほら、つぼみついてるね。12月になってからつぼみつく。すごいな。それと一回ね、部屋の中、見ていきたいと思います。部屋の中に来ました。パキラさん、モンステラさん、こんな感じで、まあ育ってるんですけども、ほら。一段と大きくなったよね。これ前回より大きいよ。多分ほら、なんとなく前回よりね、葉っぱが育ってる。パキラさん育ってますね。挿し木したやつもこんな感じ。
まあ、見る限り大きくなったっていう、そんな感じじゃないけどね。でも、この、親株の方の、葉っぱはね、見る限り大きくなってる。そんな感じがします。と、テーブル屋さん、ちょっとどけてもらって、モンステラさんもね、下の方の挿し木にしたやつがね、ほら、ここまで、葉っぱ広がってる、ほら、葉っぱがね、広がってます。いい感じ。あと、こっちの、もうね、ここまで。まあ、これはあんまり変わってないね、このこっちはね。でも、この葉っぱはね、広がってる。いい感じになってきてます。いいね。あとね、モンステラさん、ほら、葉っぱ。あ、ちょっとやるの嫌だけど。これ葉っぱです、これ。新しい葉っぱ。新しい葉っぱがね、少しずつ、ほら、離れてきた。そんな感じになってます。アボカドさんも変わりなく。ではね、またバルコニーの方それ行ではきままたね、す。バルコニーの方行きます。今度はね、こちらからクリスマスローズさん、まだね、鉢上げしてません。どうしようかなと思ってるうちにね、もう12月ももう24日になっちゃうんですけども。どうしようかな。結構葉っぱ大きいからね、やってもいいんだけどね。大きいやつだけね。あとこっちも同じ。ますますなんか大きくなってきたような気がすんな。もうほんと鉢上げしないとダメだな。これちっちゃいんだよね、入れ物が。これだけでもね、ちょっとやっておいた方がいいかなみたいな、そんな感じがするんですけどね。こっちはこのぐらいの鉢だからね、まあこれはいいかなと思うんですけどね。あとはね、自宅で発芽したやつ。まあ、こっちは鉢が大きいから、これは、まあ、来春ちょっと考えようかなと思ってます。それと、今年2年目、来年間もなく3年目に入る、クリスマスローズさん。こっちもね、こういう立派な葉っぱがね、出てきたのもあるし、まあ、これは全部新しい葉っぱだけど、まだ葉っぱ出てないのもあるし、そんな感じです。あとは、今年、3年目で、来年4年目に入る、クリスマスローズさん。こっちはね、花芽がね、結構出てます。これも花芽、立派な花芽が出てる。あとはね、前回話した通り、もうこれ咲いてます、これ。咲いてるっていうか、まだ開いてはいないからね。クリスマスにちょっとね、開くかなと思って楽しみにしたんだけど、まあさすがにね、開きはしないけど、でも結構ね、何センチ、10センチぐらい立ち上がって、こんな感じ。今年中にどうだろう。ちょっと難しいかな、わかんないけど。そんな感じになってます。あと、つぼみがね、多分、つぼみらしい花芽がね、ちょこっと出てたり、してるんで、そこら辺かなっていう感じです。6、8あります。あと最後に、今年の春いっぱい咲いてくれたクリスマスローズさん、こっちもね、同じようにこう花芽がね、こうほら、一番奥、これつぼみです。つぼみ、こんな感じでね、花芽も上がってきてるし、つぼみもね、少しずつついてきてるし、こちらだね、これ。これもね、花芽です。ほら、見えました？今、ちらっと。つぼみ。あんまりちょっとやりたくないんだけど、ほら、見えました？ね、ちゃんとつぼみついてます。いいね。花芽が出てきて、つぼみがついて。ただね、まだ、それらしい感じでないのが2、3あります。もうこれも
まだ新芽がって言ってたんだけど、これは新芽。あ、これはまず新芽だな、一つね。その他にね、下の方にもこれ新芽が。新芽というか、これつぼみじゃねえかな、ひょっとして。なんかそんな感じがするね。あとはまだ全然動いてないやつと、あとは株分けしたやつが2つ。これもどうだかな。これがちょっと花芽のような気がするんだけどね、これね。どうかわからん。あとはもう10年以上、自宅にいるクリスマスローズさんたち。まずはこれは、あの、挿し木にしたやつだね。もう、まあ、これは花芽とかそういった状態じゃないから、まだまだわかりません。それと、これが復活してここまで大きくなったやつ。これに花芽がついてほしいよね、そろそろね。それと、あとは花芽のついたやつのこれ。ピンクスポットさん。これ花芽ですね、完全にこれ。こんな感じ。あとは後ろはね、多分ダメかと思います。まあ、しゃあないね。来年の春までね、ちょっとこのままにして、様子見ていきたいと思います。もしダメであれば廃棄するしかないですね。さあ、あれから1週間ですね。こんな感じに、変化しています。来年はね、1月の7日スタートかな。にね、またその時の状況、お伝えできればなと思っております。今年も長い間、ご視聴いただきましてありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。さて、太陽がね、ここまで、来てまして、今体に、太陽の光が当たってます。まあ、あったかいのと、寒いのと、自分的には混在してますけども、まあ体に当たってる部分はね、風があまりないからね、なんかね、ポカーっとしてるような、なんかそんな感じもしますけども、指先はね結構ちょっと寒いかなみたいな、そんな感じです。